こんにちは、のぶこです。今日はたっちゃんの劇団の大塚さんのところへ行きたいなと思ってます。どんな反応してくれるのか楽しみです。行っていきます。はい、こんにちは、伊藤信弘です。さあ、今回はですね、私め伊藤信弘が女装をしまして、そしてね、もうハロウィンは過ぎてしまったんですけれど、まあなんて言うんでしょうね、ちょっとトリックアトリートではないですけど、とある方をね、驚かしに行こうという感じで、女装をして、ちょっとなんかミニオンズっぽい感じの服装をしてね、行ってまいりましょう。行こうかなと思います。はい、ということでね、まず女装と言ったらおっぱいですよね。これはですね、100均で買った、なんかスポーツブラみたいなやつ、それをまずつけまして、そして袋から取り出したるものは、これも100均で買った、なんかソフトボールみたいな、ちょっと硬いやつをね、胸に仕込んで、おっぱいが完成しました。そしてその上から、シャツを羽織ります。なんかね、こうやって見ると、ちょっとね、いい感じなんじゃないでしょうか。なんとなく。まあ、いかんせん僕はね、ちょっとね、なんて言うんだろう、まあ、男ですからね。もうちょいね、シュッとしてればよかったんですけど、やっぱりちょっとがたいというかね、なんかね、男として見るとね、全然細い方なんですけど、女性として見るとね、やっぱりなんかね、ドンってしてるから、それはね、ちょっとね、恥ずかしいところなんですよね。恥ずかしいというか、ちょっと女装むずいなっていう、そういうのがありますよね。まあね、で、これ、で、まあシャツだけでも良かったと思った、なんか今思えば。なんかわざわざね、このミニオンっぽい格好しなくても良かったなとは今思ったんですけど、まあ女子のパーカー姿も可愛いもんですからね。これはこれでよしとしましょうかね。こんな感じで、パーカーを羽織りましたと。羽織りましたと。はい。で、次にこれはね、コンシーラーというやつで、まあ、髭の跡と、なんか、シミみたいなのと、なんかね、そういうのを消したり、あとファンデーションで顔を白い感じにね、しますね。パタ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 やりますね。これでまあ、だいぶ変わりますね、人は。人はこれでだいぶ変わります。白くなってね。なんかお肌がいいですよね。テレビ映りとかがね、良くなるんですよね。これね、もう毎回やりたいなって思うぐらいいい、こういうの。こういうのいいよね。やっぱテレビ映ってる人ってさ、タレントさんってみんなやってるんだから、僕もこれからね、動画撮るときやろうかなとか思いつつです。はい、はい、こんな感じです。はい、そしてこれ目をギュッとするやつですね。マスカラみたいなやつですね。ギュッギュッとして、これをギュッとすることで眉毛がね、まつ毛か。まつ毛がニュニュンってね、クリクリンってなるんですよね。これでね、なんかより女子らしさがちょっとアップする感はありますよね。目のね、このまつ毛ってね、意外と大事だよね。大事だよね。でもね、これ一人でやるとね、ちょっと怖かったりするんだよね。なんかちょっとギュってなってね、なんか痛いとかなっちゃわないかってね。ちょっとそういうのはありますよね。はい。パッチリになったね。なんか可愛らしくなったね。いいね。いいね。可愛い。で、この次に、これ塗るんだね。これなんか、これがマスカラか。マスカラをニュニュっと塗ることでね、より目がパッチリしてね、女性らしさが増しますよね。これニュニュニュって、これね、これが意外とね、僕好きでね、癖になるんですよね。これあるとないとね、なんかより目がパッチリして、パッチリ感があるからね、なかなか可愛いでしょっていう感じで。なんか逆に、女装してなくてもね、なんかこれだけやっとけばなんかね、凛々しくなんじゃないのっていう、ほらなんか凛々しい感じ出た。ね、そういうのもあるから、これいいなっていうのはありますね。ニュニュって、まあでも自分でやるのはちょっと怖さがありますよね。そういうのあるからね。いいよね。ね、こういう、チュン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 ってね。で、これがなんだこれ。これあれだね。まぶたに塗るやつだね。まぶたやだね。これを塗ることでまたなんか厚みがなんか出るみたいな、そういうやつですね。うん。パッと見よくわかんないんだけどね。これあってもなくても。よくわかんないけど、まああるのとないのとではなんか違うんだろうね。まあでもあれだよね。なんかその目のさ、この、下がね、怖くてね、怖いんだよね。なんか目のさ、眼球塗ってんじゃねえのとか思うぐらいさ。これね、ちょっと黒やりすぎた感があるよね。だからまあ後で修正してもらえるんだけど、これね、ここの中と怖いね。目の下はやっぱ一人では無理だよね。誰かにやってもらわないとね。みんなどうしてんだろうね。んでね、これで修正をちょっとちょいとしてもらって、目の方は完成かな。うん。ほいでラストは口紅だね。リップっていうのかな。これをつけることで、まあこれ、やっぱ女性といったらね、これでしょう。口紅、女装か。女装といったら口紅だよね。口紅塗っときゃもうなんとかなるでしょっていうのあるからね。やっぱね、口紅でもう一気に、ほら、もう一気になんかこの、バンバンバンっていうので、もう女の子らしさが、ほらもう、ほらこんなペッてガム噛んでたんだね。汚いね、申し訳ない。はい、でね、これでウィッグももうつけまして、完成、ほぼ完成ですね。今、髪の毛をね、髪の毛を整えてもらってますか。いや、どうですか、これ。なんかね、うまいことなんか遠目にちょっと見れば、女性っぽくもね、見えなくもないよね。だから、あと、ガタイなんだよね。ガタイがもうちょい華奢だったらね、女性に見えたんだけど、そこなんだよね。だから、なんかさ、なんかでうまいことをね、華奢に見えるようなね、技があれば、それでね、よりいい感じになると思うんですけどね。いや、どうですか、これ。残りですよね。できましたね。じゃあ、この感じで、とある方をね、ちょっとびっくりさせに行きたいと思いますけど、どうでしょうかね。けど、これまだちょっとセットするからね。まだちょっとこだわるよね。この辺ちょっとね、これ、なんかあれだね。うん。いいね。いいね。僕に妹がいたらね、こういう感じ。妹、お姉さんかな。お姉さんがいたらこういう感じになるのかな。ちょっとまあ、年はまあ、いってるよね。いってる？わかんない。これ画面上でもまあまあ若く見える。いくつに見えるかしら。もう何言ってんだよ。まあそんなこんなでね、どうすか。で、まあ帽子かぶりますと。まあ帽子かぶった方がね、なんかいいんじゃないかしらみたいなのがあって、帽子、そのウィッグ感をなくそうっていうことでね、ウィッグ感をなくそうっていうことで、まあ帽子かぶりました。そうですか。ちょっとエラ張ってる。もうちょい痩せてればね、ちょっとさ、太ってたからさ、太っちゃってたから、もうちょい痩せてればね、シュッとしてればいい感じになったかもしれないんだけどね。ここ最近ね、僕顔から太るタイプだからね、こうなっちゃうけど、まあそんなこんなで行ってきましょう。はい、こんにちは、伊藤信之です。今日はたっちゃんの劇団の大塚さんのところへ行きたいなと思ってます。どんな反応してくれるのか楽しみです。行っていきます。あ、来た、たっちゃん来たわ。たっちゃん来た、たっちゃん来た。もう遅いんだから、こっちじゃないと背景があれでしょ。もう早く。何してるの？ちょっとやめてもらっていいですか。何が？ほら、警備員の人来てるし。警備員だ、ちょっと近いから。ちょっとハロウィーンも終わったんですよ。あ、そうなんです。ハロウィーン終わっちゃったの？もうハロウィーン終わったんでやめてもらっていいですか。なんなの？もう全部落としてもらっていいですか。あ、落としちゃった方がいいかしら。あ、一応ダウン持ってきたんで。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。え、ちょっと待ってください。